は日本の政治家。自由民主党所属の元参議院議員。内閣府大臣政務官、総務副大臣、参議院総務委員長、参議院予算委員長などを歴任した。青森県青森市出身。東京都立日比谷高等学校を経て、1972年、中央大学法学部法律学科卒業。同年、読売新聞社入社。 記者として16年勤務した後、1988年1月、父の公設秘書となる。1989年6月、環境庁長官秘書官に就任。1992年の日本新党の決闘に参加。1993年の第40回衆議院議員総選挙に日本新党公認で立候補したが落選。その後、 新進党青森副会長に就任。1995年の第17回参議院議員通常選挙では、新進党公認で青森県選挙区から立候補し、初当選した。新進党回答後は改革クラブを経て、2000年に自由民主党に入党。入党後、橋本派に入会した。2001年の第19回参議院議員通常選挙に、 自民党公認で立候補し、再選。2005年、第3次、小泉改造内閣で、総務副大臣に就任。2007年の第21回参議院議員通常、選挙では、民主党新人の平山浩二に敗れ落選。2010年の第22回参議院議員、通常選挙に、自民党公認で、青森県選挙区から立候補し、 民主党新人の畑野里奈良を破って国政に復帰した。2013年8月2日、参議院に予算委員長に就任。2014年退任。2016年の第24回参議院議員、通常選挙では自民党公認で青森県選挙区から立候補し、民進党新人の田辺正代に8052票差で落選。2018年3月14日、 一般社団法人青森県文化振興会議の理事長に就任。2018年春の叙勲で、朝日、重光明を受賞。2021年6月2日、青森市内の病院で死去。74歳没。関係者によれば、同年4月20日に新型コロナウイルスの陽性が判明し、入院治療していたという。死没日をもって、13位に除される。 ありがとうございます。